おい、山さん、半袖で寒くないの？半袖ですよ。嘘？で、寒くない。そこ、与那国とか、ひょっとしたら。全然、滋賀県の大津。滋賀県。琵琶湖の匂いが、まあ、冬はね、琵琶湖の匂いあんまりしないですよね。おかしいな。これ人種が違うのかな？かもしれないです。昨日、串本行ってたんですよ。和歌山。駅前でも半袖でした。もう普通に半袖。じろじろ見られなくない？見人。られます。見られますよ、もちろん。大原が半袖で歩いてあ、るっやばいなって。て。でも、串本の人はみんなジャンパー着てましたけど、でしょ？僕らこっちから行くと完全にもう温度は違うから。山さんと、まあ、レオンとファンキー山岡対談ってことでね、今日はズームやってるんだけど、いきなり半袖の話から半袖ですよ。いやー、びっくり。家の中ですからね。ちょっと半袖の話広げたいんだけど、はまあ僕はね、ほら、これ実は某メーカーの、冬用のベースレイヤーですよ。薄いけどあったかい下着。その上にこれは、ちょっとウール系のシャツ着て、おまけに裏地のついた パーカー着て暑いでしょ、そんな格好して。いやー、おまけにそばでストーブ焚いてるんです ええー、家の中はこれ、半袖ですよ。すごいな。山さんと知り合う、どれくらいかな？知り合って20年くらいなんだけもうど、20年ぐらいになりますこね。の5年くらい前ね、僕、ロスに3年間いた時期があるああ。ね。で、ロスの横のトーランスという街なんだけどうど、なんですね。まあ、普通にアメリカの大きなショッピングモールがあるわけね。で、ショッピングモールに、この時期いるとさ、面白いのよ。黒人のおばちゃんは上下ダウン。もっこもこなるよ。で、手袋して、ヒットキャップかぶって、ショッピングモールの中を。で、その横を、白人のお兄ちゃんたちは短パンに半袖で歩くんですよ。ものすごい面白いの。あれ、日本じゃあまり見ない風景なんだけど。それを思い出した、今。賀来さん、トーレンスにいつ頃いたんですか？ 25年か27年くらい前だね。ちょっと年代はっきり今、パッと思い出さまないだけヤオハンがあった頃ですか？ど。ああ、あったあったあった。じゃあ、出会ってる可能性もありますよね。僕もトーレンスお世話になってたんですよ。あ、本当に。僕はね、中古車のことをしてたんで、ガーデナーってあるじゃないですか、トーレンスのガーあっちデ側の。ナあそこにいてたんです。トーレンスにもいてましたけどね。先輩がいたんで、転がり込んでました。ひょっとしたらニアミスしてたかもしれないね、その時代。通りで言ったら、スペンサスペンサー。ーのところに出ました。そうなんだ。初めて聞いた、びっくりした。カールスジュニアのとこからこう行くんですよ。ほんで、カールスジュニアで、僕、もう何年前か、もうすごい前やけど、このアメリカ人が食べてる、ナゲットを見て、ほんで、けどナゲットが山盛りなんですよ。当時、その僕らに日本人の感覚って言ったら、5個入りぐらいが普通なんですけど、これ山盛りになったって、ほんで1ドルなんですよ。そうね。ほんで、ふわー思って、それで食べたら、ズッキーニやったっていうね。ずっと いズッやキーニのナゲットやったんですよ。ほんで、山盛りでね、僕もね、最初の1週見た。間は、まず食べ物で結構びっくりしたね。まあ、単身赴任で行ったので、で、当時、北米の会社を立ち上げるために僕行ったね。で、まずはもう通訳携えて、一人で、2週間ぐらい乗り込んで、あっちこっち関係回って、で、まあ、種まきだけして、帰国して、で、その間に、一応、まず秘書を雇ったのね。すごいですね。会社がね、僕がじゃないよ。あと、オーナーがいるんだから。で、日本語と英語が、どっちもバリバリ喋れる女性の秘書を入れて、で、事務所を探させて、で、準備ができたところで、僕が乗るための、レンタカーも、レンタカーというリースカーだよね。フォードリースカーで用意してもらって、で、そこで、ちゃんとした赴任というスタイルで、行くわ。だから一人なのよ。で、1対1で秘書と2人っきりで、で、すぐ現地社長の募集ですよ。募集ったって一般募集するんじゃなくて、ちゃんとそすれなごりいのこと。手法で、
ちょっとリタイアしてるような大物を社長として迎えるように。すごいじゃないですか。まあ、まあ、そんなことしてたんですよ。僕は留学です。遊び学びですね。話は戻るんだけど、はい、どの道一人だから、あの、トーレスの街でアパート借りて、はいはい、まあ、ちょいちょい秘書に電話しながら、トーレスの街をロールして、腹が減ったら昼飯食い行ったり、晩飯食い行ったりするけど、はい、ああ、やっぱりアメリカだし、何日目か忘れちゃったけど、肉食いてえなと思って、ステーキハウスに入るわけね。うん、で、まず、シーザーサラダ頼むじゃん。はい、普通にシーザーサラダメニュー見ても、これとこれの、はい。で、ステーキは、ロース僕ダメなんで、フィレがいいなと。で、まずシーザーサラダが出てきて、そのサイズにまずぶったまげたね。あ、最初の印象がそれだったね。もう。洗面器みたいなの出てきますもんね。そう、洗面器も日本の洗面器の二回りなんていうか、洗面器だ。辛い。うわ、辛いね。どうやって一人で食うんだ、これ。まあ、当然食えないよ。僕、30年ぐらい前、格差にも前に行ってたのかな。30年、25歳か6歳。あ、そうだね。やっぱ30年ぐらい前。自動車の仕事したんで、中古車のね。その関係で、まあ、向こうに一人で行って、うん、で、まあ、いろんなこの出会いで、向こうで出会っていくじゃないですか、うん、日本人とか日系人とかね。うんうん、もうそれでずっとこう、つながっていって、まあ、みんなお世話になって、お世話になってみたいな感じですよね。うん、また、トーレンスはもう日本人間違いで。そうですね。朝から晩まで日本語通じちゃうんだよね。いや、それはちょっとあんまり通じなかったですけどね。免許取りました、車の。僕、車の免許向こうでも取ったんですよ。その、国際免許じゃなくて。あ、そうなの？はい。僕はちゃんとアメリカの免許も持ってるんですけど。へぇー。あれは結構大変でしたよ。おぉ。はい。人種差別的な思いも結構しました。それ面白いね。どう大変なの？いや、まず、こっちやったらほら、教習所があるじゃないですか。うん。向こう教習所ないですから、うん、DMV ですぐに乗らされるんですよ。まず筆記試験受けるんですけど、筆記試験が、その、本当やったら、その、車運転の、まあ、道路交通法みたいなのをやるじゃないですか。うん。僕らからしたら、あれ、英語のテストを受けてるみたいなもんなんですよね。まあまあ、そりゃそうでしょ。で、英語のテストを受けてるみたいなもんなので、うん。外国人で、まあ、外国人っていうか、まあ、まあ、ソーシャルセキュリティナンバーを持っている、英語が不得意な人は辞書を持って行っていいんですよ。あ、なるほど。で、辞書を見ながら、うん、まあ、英語、まあ、英語のテストですよ。それで受かったら、次は路上なんですよ、いきなり。で、その、先生に横に乗ってもらって、まあ、自分のレンタカーか、自分の知り合いの車で受けるんですよ。あれ、アメリカ人はあれね、日本の教習者やったら下手な、うちは助手席で先生がブレーキ踏んでくれるでしょ。うんうん。アメリカはそれないですよ。普通の車でやるわけ。普通の車でやるんです。へぇ。で、この路上に出て行って、右曲がれとか左曲がれとか、うん、次、何々が見えてくるから、構成とか言いよるんですよ。これも英語のテストみたいなもんです、僕らからしたら。で、そのね、またマクドナルドが、なんか視界に入ったら、車線変更して、うん、で、ライトターンせと。うんうん。で、言うよるわけですよ。うん。だから、その視界に入ったらとか、なんとかかんとかの、その、なんとかインって言いよったのを、うん、で、車線変更。うん。なのに、俺は、マクドナルドに入ってしまったんです。見たら、その先生が、腹減ってんのかって言いよって。ほんで、不合格になりました。You are hungry? って聞かれました。ほんで、また次の1週間経ったら受けられるんですよ。だから1週間後に行ったら、うん、マクドナルドに入った日本人が来る言うて、10人ぐらいに笑われました。あ、もう話題になってたの？話題になっとるんですよね。ひどい話でした。マクドナルドに入りましたね、運転して。まあ、左右の感覚もおかしいしね、当分。そうですね。うん、で、まあ、僕の場合は、その国際免許、日本の国際免許で、まあ、向こうで、その、車を運転して、うん、ある程度走ってた。はい。で、車を買い付けることとかをしてたんで、うん、なるほど。その、まあ、先生、なおさんっていう、僕の先生がおってね、うん。で、その人に、まあ、教えてもらいながら、そういうことをしてたんです。うわー、なんかこう、
僕の知らないファンキー山岡の世界をしてもらってる。そんなことしてたんだ。そう。ほんで、国際免許で、その車を買い続けることができない状態になってきたんですよ。これならやっぱり向こうの免許が必要やということで、それを、まあ、免許取りに行くことになったんなるほどね。釣りはしなかったの？釣りはしてました。どこ行っ釣り、て？どこ行って？ハモサビーチとか、ハンハモティサ。ントンビーチとか、ピュアあるじゃないですか、桟橋のね。日本の桟橋とは全然違うんです。てんちゃん、かっこいいよね。そう、チェッカーズのカラオケの最後に出てくるみたいなね。それがよくわからんけど。わからんけどね。そういうとこから、釣り禁止のとこもあるんですけど、全然釣りができるところがあって、で、1日1回サメ退治の人が回ってきて、サメを退治していく。おったらサーフィンのあれができないじゃないですか。そうね。だから、サメを、桟橋、ピュアから、こあ、じゃあ、う、豪快に駆除しようんです。レドンドのキングピアの釣り桟橋とかも行ったの？行っても、もちろん行きました。ああ、なんかみんなサバ釣ってるよね、あそこ。そう、サバと、あ ぶっ込みと、で。ぶっ込みでサバ釣るやつ初めて見たんだけど。アンダーキャストで投げなかったんですよ、堤防というか、ペアね。さあ、普通の針に、レイトイワシの目ん玉針パッと抜き刺しにして、で、そこに夏目おもりのドン付きの仕掛けなんだよね。で、冷凍アジで、あ、ライト、冷凍イワシだよ、餌は。それでぶっ込みしてサバ釣るとか意味がわからんなと思いながら見てたけど、だから、当然玉にしかヒットしないんだよな、サバが。僕ほんでね、あそこで、サビキの仕掛けと練り餌を売ってました。喜お小ぶ、遣いサ稼ビキぎ、で釣ってめるちじゃゃん、めちゃうん。売れるんですよ。で、日本からね、上州屋さんで、カゴを買うていくんです。マキエ青コいゴ。プラスチックのカゴ、サビキのカゴあるじゃないですか、餌入れる、オキアミ入れる。あのカゴを一杯日本から持ってくるんですよ。で、僕は、1ヶ月のうち、3週間、もしくは1週間向こうにいて、あとは日本にいるっていう、行ったり来たりの生活を3年ぐらいやったんです。ああ、ちょうど同じぐらいやってんだね。で、そのカゴを、こっち日本にいるときに、もう上州屋でいっぱい買っていくんですよ。で、それを、向こうで、1個1ドルで売るっていう。中何詰めるの？イワシで、のミンチかなん詰か？めるやつは、こっちからね、マルキューさんの練りあるじゃないですか。あれを持っていくんです。袋のまま。あれでも検疫されて大変なことになったんですけど、見つかってね。で、やばい。中、ほれ、魚の粉だけじゃなくて、ちょっと違うもんも入ってるんですよね。ので大変でした。いやー、それは売れるよ。めちゃめちゃ売れます。ほんで、団子作っていくんですよ。家で。向こうの家でね。ほんで、この一団子を3ドルぐらいで売るんです。まあ、山さんは、その、レドンドビーチの、ね、キングピアの釣りやっ桟てました。橋で、カゴと、まあ、ミンチの作り方を教えて、サバ釣らしてたと。僕はもうすでに、ライトゲーマーだから、もう何十年も前からライトゲーマーだから、僕はね、ジグヘッドに、例えばスクルーテールグラブとか、あれをキャストしてサバをポンポンヒットさせて、どうやるんだ教えてくれってわーっとかかってくるわけですそれやってましたね。僕はあれ釣ってましたよ。何バットやったっけ？ヒラメのでっかいやつみたいなやつ。ハカリレイバッなんですけど。ト。なんていう魚やったっけ？なハんリとバット。か。それ。それのでかいの釣って、あそこピュアに写真貼ってくれるじゃないですか。貼ってくれるね。貼ってもらってましたよ、僕。わっこの中の写真を真面目に一回も見てないから、めっちゃ見れも、ばよかったな。アメリカの、スポーツショップで売ってるワームでは、あれ釣れないんですよ。釣れない釣れない。あれも日本から持っでてきまね、したね。その、3グラムぐらいのジグヘッドに、スクリューテールグラそブれだいぶちっちゃいです刺して投げて、サバポンポン釣るからみんな教えてくれって来るんだけね。ど、リグを上げても、奴ら竿がものごつい、そうなんですよ。物干し竿に、ナイロンラインの6号とか7号とかつけてるから、投あげられ、んないわけよ。中古屋で買ってくるんですよ。スポーツショップの中古コーナーとかで、トローリングのロッドがもうめちゃめちゃ容器あるんですよ。だから、お金持ちっていうか、もうすぐ飽きてやめるからね。
でね、それで釣るでしょ、みんな。いや、そう。だからそんな道具だから困ったなと思って、来週またここ来るから、はいはい、俺が道具持ってきてやるから、ちょっと待てっつって、仲良くなったやつと。はい、で次の週行きました。はい、やつら相変わらず、ね、20ポンドぐらいのナイロンラインにごっつい竿ですよ。はいはい、で、ね、何を用意したかって言ったらね、ジグサビキ用意してやったのよ。ジグサビキね。だったら投げれるじゃん。うん、メタルジグと、もうその上にサビキがついてるわけ。で、それなら奴らのごっついタックルで投げれるかなと思って持ってたら、もうドハンマリ。ジグでパーン飛ばして、こうジャークしながらちょっと止めてってやると、もうサバカパパパパッと飛びついてきて。まあ、二人とも違う手法で釣らして喜ばせたら、ね。僕はほら、青いカゴの底にほら、鉛の重りついとったり。ついてるついてる。あれでだからやらせた。同じですよ。またあれやったらもうトローリングのね、もうわけわからん。ジーとかいうやつでやらしましたよ。なるほどね。ちょっとした日本人の釣り師が行くと、もう神様扱いになっちゃうね、あっち。そうです。めちゃくちゃ釣ったら。そうです。うん。キングピアからサウンダウンスペシャルっていう船が出てるんですよ、夕方。はい。乗り合い船で。はい。4時ぐらいから出て、ずーっと沖合、はい、沖に島があるよね、こう。なんだっけ。刑務所の島ね。あ、いや、ちゃ、それサンフランシスコや。あ、違う、それサンフランシスコ。で、はい。多分20人とか乗るんだよ、お客さん。それぐらい乗り合い船ね。もうちょっと乗るかな、30人ぐらいかな。うん、くるーっと船の周りで釣るんだけど。まあ、はい、でも、まあ、で、どこ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 出て、夕方、こう、あっち日暮れ遅いからね、8時半とか、はい。あ、そうですね。で、なんか2時間ぐらい走ったら、昆布が、ケルプが、ものすごい長いケルプの林みたいなところに船が止まって、アンカリングするんですよ、はい。はい。で、アンカリングしたら、スタッフが、船の後ろの方にでっかい水槽があって、そこにイワシいっぱいいたの。はいはい、生きたイワシが。はい。それすくってこうチャミングするわけ、はいはい、でその頃には船ボガーッと照明日本のイカ船のように、はいはいはい、でだんだん夕闇が迫ってくるんだけどちょいちょいそのイワシをチャミングしてでお客さんたちはさっき言った夏目おもりにでっかい針にもなおもりドン付きの仕掛けで、はい、イワシ今度は生きたイワシだけど、はい、それをかけてそこ潮が通ってるんで、はいはい、その潮にこう流し込んでいくでいろんな魚釣るっていうスタイルなんだけど、はい、イワシが死ぬ刺し方なんだよね、はい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 、まあ、殺すわけよ完全に普通に、はい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 、泳がさないでねだからね釣れないんだってそんな仕掛けでも生きイワシチャミングをちょいちょいやるし、はい、で電気ついてるからどんどん魚集まってきてまあ、はい、それなりに釣れるんだけど、はいこんな釣り方ねえよなと思って、俺バスタックルもいろいろ持って行ってたから、うん、バスロッドで、ダウンショットで、はいはいはい、で枝出して、はい、バス用のワームつけて、はい、やったら、その、餌の人たちの5倍とか10倍のスピードで釣れるわけ。なんかね、30センチから35センチぐらいのメバルとアイナメの、はい、アイノコのような魚が、ばっかんばっかん釣れるの。と僕の隣にメキシコ人のおばちゃんが乗ってて、はい、全然釣れないわけよ、どんつき仕掛けて、はいはい。で、なんかもうつついてくんの、こうやって、教えれ、みたいな。うん、あ教えれったって、その僕のリグが扱えるようなタックルじゃないわけ、さっき言って。そうですね。ホロリグロとかよ、みたいなね。で、このおばちゃんになんとか釣らせてやったらどうしようかな思ったら、タックルボックスをあっと思い出して開けたら、サビキが入ってるよ。はいで、シンカーつけて、サビキつけてやって、そのおばちゃんのタックル結んでやって、これ下ろして、ガーッと椅子でピタッと止めてみろって言ったら、ここから30センチぐらいのメバルが、針の数だけくっついてくんだ。すごいね。で、船中大騒ぎでみんなが見に来たりとかね。だから面白い。あれですよね、なんか、まあ、都市は、賀来さんはだいぶ先輩ですけど、うん、同じようなことして遊んでましたね。同じ頃の時期にね。ねえ。ねえ、面白かった。まあでも、まさかトーレンスに、いや、行ってましたよ。3年ぐらい行ったとか。僕も行ったり来たりの3年間だから。僕も行ったり来たり、ずっと行ったり来たりでしたね。うん、いや、びっくりびっくり、うん。そもそもさ、はい、ね、これ、後で皆さんにも見ていただくから、
ちょっと話を軌道修正すると、はい、まあ、2023年、この年初から、はい、山さんはインクスレベルにね、はい、友情出演みたいな形で、変わっていろいろお手伝いしていただけるということで、はい、まあ、今日は記念のこの、はい対談動画撮ってるわけですけど、はいはい、うん。そもそもの出会い。僕と山さんのそもそもの出会い。フィッシングショーだよね。フィッシングショーで、お話しましたね。山さんがブリーデンブースに来たんだよね。そう、僕は行ったんですよ。いや、なんでっていうか、それはやっぱりいろんなこの、なんていうんですか、業界狭いって言っちゃえばそれもあるんですけど、うん、いろんな人のこの歯車の中で、その、まあ、プロアングラーっていうかね、その演者っていうか、まあ、メディアに出るアングラーっていうたらいいのかな、うん、をやってるじゃないですか。うん、ですから、僕は賀来さんのことを当然知ってたし、賀来さんも僕のことを知ってくれたし、うんうん、で、まあ、いろんなこう兼ね合いの中で、ブリーデンのブースに行ったら、賀来さんがいたんで、ちょっと話しかけた。うん、ちょうど20年ぐらい前なのかな、18年とか。18年ぐらいかな、ちょっとまあ、それは詳しくわからないけど、うん、今そのぐらい、かなり前です。かなり前だよね。うん、それがきっかけで、僕は僕で山さんが、トークショーやってる、カハラジャパンさんとか、ね、のブースで見に行ったりね。カハラジャパンに賀来さん来てくれたんは、その、ちょっと、だいぶ後かもしれませんね。かもしれないね。うん、僕は当時は、アイマさん、アイマテスターしてたと思うんですけどね。アイマさんのステージにも立ってました。はい。アイマさんのステージに立ってました。その後、ファメルさん、ヤマトユテグスさんとか、カハラジャパンさんとか、まあ、いろんな、ステージには立たせていただいてます。なんかそんな感じでこう自然にフィッシングショーきっかけでつながって、ね、もう20年近いお付き合いになるんだけど、はい、一緒に釣りもしたことないし、どんなつながりかしたら俺たち飲み友達なんだよねってさ、そう、二人会っていうのを、うん、まあ年に1回か2回ぐらいのペースで、でまあそれが大阪の天満やったり福島やったりとか。そうそうそう。そういう、決して新地じゃないよっていうね。新地じゃない、ね、そうか、あと、広島に僕がお邪魔したりとか。うん。広島もいい店、賀来さんのお店、何軒も行かしてもらって、そのね、プロのジャズトランペッターの方がおられる。僕の隠れ家ね。まあ、もともと、その僕は、そのロックショアの人なので、うん。その賀来さんの、その、ライトゲーム。今は賀来さんが提唱しておられる、何でしたっけ？ミドルゲーム。ミドルゲームを、うん、まあ賀来さんやっておられるので、うん、僕はロックショアとカヤックフィッシングなので。あ、今せっかくフレーズが出たんで。うん、ロックショア。うん、まあ、磯だよね。うん、磯からルアーで釣るのに、なんかネーミングがやっぱ必要だなと僕もぼんやり思ってたんだけど、実はファンキー山岡がロックショアと名付けて、今やいろんな紙面にもロックショア出る、実はファンキー山岡さんが名付け親です。あ、どうぞ。これはまあ、ほら賀来さん、僕らが、うん、俺はファンキー山岡やし、賀来さんはレオン賀来やし、あとレッド中村とかね、もう亡くなってしまったけど、その僕もうめっちゃ同じ、一緒に番組ずっとやってましたけど、デビル渡辺とか、ね、うん、これ今言うた人、まあ、なんていうか、このミドルネームっていうかね、ね、コードネームっていうかね、つけてた時代の、うん、走りで。そう、うん、で。その前の人やったら、なんかこの風がついてた感じで、ヘラの人とかもね、こいつ、ヤゴーみたいなね、うん、名前の、うん、ペンネームやった。ゴーだったよね。そうなんです。今デビューする人で、なんとかなんとかっていう、この、なんとか田中とか、なんとか杉江とか、あんま怒らないですよね。時代なんですよね。ダサいですよ。そう。絵本格とかダサいですよ。そうそう。ファンキー山岡ってなんやねん。いや、でも、あの当時、メディアにデビューしてくる人。誰か来たよ。あの当時、メディアにデビューしてくる人、プロアングラーとか、テスターとか、モニターとか。でデビューしてくる人っていうのはみんなそうやってコードネームつけてましたよね。言うたら時代ですよね。時代だし、ある程度プロの世界でやっていくよという腹決めるためにこう必要だったんですね。あの時代 ね。僕の師匠たちはさっき山さんが言ったようにゴーだったんで、僕の師匠、うん、木原名人は、うん、通称愚長さんなんですよ。愚かな釣りって書いて愚長です。
お、かっこいいね、なんかね。今になると。琵琶湖周りの人で、ヘラ釣りとか鯉釣りの人は、なんとか風。そう。だ、リフとか、うん、なんか、春風とか、落語家みたいですけど、そう、風っていう字をつけてね。ねえ。その弟子関係をやってはったんですよね、ヘラ釣り。そういう時代から、まあ、いわゆるメディアアングラーと呼ばれる僕らの世代に移行して、でもそれもそろそろ終わりを告げて。そう。まあ、磯のルアーゲームって言われてたんですけど、それを、まあ、磯のって言ったらなんか波平みたいじゃないですか。特に平鈴木やったら波のとこでやりますからね。で、磯のってどうなんやなと思ってて、まあなんか僕ホームページとかやっていく上でね、なんか名前って必要や、非常にそのジャンルのと思って。うんうん、だから、まあ、それこそ英語やったら、ロッキービーチとか言うんですよね。ロッキーショアとか。うんうん。だからロッキーだ、これまたロッキーチャックみたいで、この、なんか。日本人がロッキーって聞くとね、ロッキー山脈しか思い浮かばない。そうでしょ？岩だと思わないな、もう。だから、やっぱりほら、広島出身で、矢沢さんもロックですしね。うん。ほら、ロックの方が絶対いいわけですよ。その、英語じゃなくていいわけやから。なるほど、なるほど。なるほど。ものすごいイメージが伝わりやすい。で、ロックショアで、ロックショアゲームとか、ロックショアジギングっていうのを僕ページでやり出したんです。いや、見事、ハマりましたよ、言葉が。うん。で、その時は、ファンキー親父のロックショアゲーム打ってたんですよ。ね、これがロックショアゲームの始めですわ、ロックショアの。うん。で、その時に、九州で、もう一人勢力を持ってる人がいて、その人はね、ナマリファイトクラブって言ってはったと思いますわ。あ今どこ行かったかちょっともう存じ上げないですけど、その人のとこの掲示板か僕とこの掲示板でみんなこうなんか情報を交換する機関があったんですよ。で、その後にまあ、だーっといろんなことが広がっていって、うん、で、僕はそのロックショアジギング、ロックショアゲームっていうのをずっと文書でも書いてたんですよ。雑誌にもね。雑誌に書かせていただけるようになっていったんです。その後出会いがあってね。あ、そうそう。二人とも、アングリングソルトの創刊号から、そうそうですよ。連載ページもらって。そうですよ。ねえ、ありがたい話。ねえ、いきなり。あれももうすごいですね。僕、よう抜擢されたなと思いました。いや、僕もなんでそんな話くんのと思って、当時びっくりしたけどね。うん、連載ページです。え、いきなりみたいな。僕は、ライトゲーム専門誌って言ったったんです、一番初め。そう。それで僕が、で、まあ、編集長、ハッカーともお話をさせていただいてですね。うんうん、だやっぱり、その、毛並みの違うロックショアの人が、その、ライトゲームをやったら、その、面白いことが起こるんじゃないかっていうのがあったようですね。はあ、そういうくくりだったんだ。うん、やっぱ、編集長、すごい、やっぱり、この雑誌がだいぶ下火になっていってる現代でも、あれほど売れてる人気の雑誌っていうのを作ってますからね。そこすごいね。編集長やっぱすごいですよ。で、連動動画を始めたのも、あそこは。そうです。で、人実はロッカーなんですよね。そうそう。二人きりの時によくその話になるんです。編集長ロッカーなんです。そう。で、まあ、その、ロックショアと僕今カヤックやってるじゃないですか。うん。だからまあ、その、賀来さんとじゃあ、今年の春から夏にかけては一回ぐらい僕カヤック、賀来さん乗せてですね、行きたいなと思ってるんですけど。あ、そう、去年誘われて、はい、そう。結局忙しくてチャンスなくて。そう。うん、だから、まあ僕が後ろでカヤック操って、うん、まあいわゆる船長とか船頭をしてです、ね、で、賀来さんとこの釣りを、こんなお話をしながらね、うん、なんか頭でもいいし、一匹釣れたらなんか楽しいじゃないですかっていう釣りをね、うん、やりたいなと思うんですよね。いやいやいや、ぜひぜひ。頭と言わずにアザハタ釣らせて。アザハタ行きましょうか。アザハタの世界記録保持者。ありがとうございます。リリースしたんでしょ？いや、これはね、実は持って帰ってまだ冷凍庫にありますよ。ああ、なるほど。変化させるために。そう、その通り。まあ、認可、おりひんが、認可というかね。あ、そう、申告するのに必要なんだ、やっぱり。そうです、うん。珍しいなと思ったら、そういうこと。持って帰りました。うん。食べたわけじゃないのね。食べてないです。食べてないです。万が一、認証されへんかった時のことを考えて、一応持って帰って、保管しました。うん、世界記録の方は、もっと南の海から順番にずっと記録更新されてきて、で、日本で、奄美やったっけかな、
ちょっと忘れましたけど、南の方の島の人が持ってはって、で、またもう一個更新されて、ほんで和歌山で僕が更新したんです。和歌山っていうのがすごいよね。そうなんです。ね、世界記録がね。うん、なほぼ北限じゃないの。だと思いますね。今で朝旗って伊豆の方でも釣れるんで。あ、そっか、伊豆があるね、まだね。そう、だからどんどん向こうでも、多分記録更新されるんじゃないですかね、おそらく。うん、そのうちね。うん、まあでも、もうほぼほぼマックスサイズやろって言われてたんですけど、うん、まあまだ更新される。僕なんか、できたら更新してほしいですよね、誰かに。うんうんうん。で、そうやって、その、あの、JGFA とか IGFA のあの、ゲームフィッシングっていうのも、どんどん世に広がっていってほしいですよね。ちゃんとしたその土俵で記録を競い合うっていう、ちゃんとしたルールの中で、うん、記録を立てていくっていうのがですね。うんうん、もういいじゃないかなと思うんですよね。あれもそのカヤックフィッシングって今までまあいろんな方がやってこられたけれども、ルールの中で、ちゃんと釣りをするっていうのを誰もまあやっておられなかったので、うんうん、でそれもまあ僕ちょっとやらせてもらおうかなと思って、うん、で、まあ一箇所ね、うん、なんせ、ベイトから何から何までサイズがでかいみたいなとこを見つけてたんですよね。おだから、まあ先に入会してから、うん、釣り上げました。なるほどね。うん、まあこういう話もだけど、あのコラボってすごく面白くって、はい、例えば昨年ブルーブルーさんと、はい、これはインクスというよりはブルーブルーさんとレオン角田組のコラボなんですけど、はい、あのアミコンエビコンという2つのプラグを作ったのね。うん、でエビコンの方が大きくて、アミコンの方がちっちゃいわけね。うんうんうん、なるほど。このプラグをね、実際出来上がってみて、なんか感動したのが、うん、インクスだけで作ってもあのプラグできてないんですよ。はいはいはい、はい。で、ブルーブルーさんだけで作ってもあんな発想は出てこないんです。なるほどですね。1たす1がね、3になった、すごい代表例、うん。で、コラボって常に、あの、そういう新しい何かが生まれる可能性っていうのを秘めてるんで、うん、まあ、あの、ファンキー山岡が、インクスに参加してくれるよ、するよって表明してくれたときに、僕そこが一番の、1たす1は3とか4になる、何かが生まれるといいなっていうね、期待感が、はい、一番ですね。だって僕とはもう全く違うアングラさんなんで、そういう意味で。うん、そこでもね、インクスレベルのファンの皆さんとか、インクスレベル そのスタッフの皆さんとかは、だからファンキーさん来てどうなるのっていうふうに思ってるかもしれませんが、なるかならないかやってみないとわからない、ね。やってみないとわからない。ね。うん、まあ、そこなんで、その、まあ、インクスレベルのファンの皆さん、ぜひともですね、そのファンキー山岡が何するのかっていうのですね、まあ楽しみながら見ていてください。本当に釣りみたいな。釣りを見てる感覚でですね、じゃあ逆にそのいい僕がロックショーはやらないのかって言ったら、まあ去年おととし、このコロナの間は やってないですけど、それ以前はうちのあの橋本裕介なんかと、普通に島根県の磯江、瀬渡しで渡ったり、普通に やってるからね、うん、ただ獲物が平鈴木じゃなくて、畑名だけで。なるんですね。うん、こっちからもロックショーなりなんなりの釣りは、あの、ね、僕だけじゃなくて、うちのスタッフで、今年からあのオフィシャルフィールドスタッフになった影山千尋君なんて、インクススタッフの中では、一番磯釣りをよくやるやつ。もともと深瀬市なんですよ。なるほど。うん、でとにかく磯が好きなんですよ。うん、でお仕事的にも割と何だろうな、遠征がこうしやすい環境下にあるみたいで、うん、結構ね、青森から九州までお休み取っちゃ遠征して磯行ってる子が参加してくれたんですよ。なるほど。ここら辺ね、一回また山さんとその影山君って言うんだけど、はい、ちょっとミーティングしてもらうのも面白いな。なるほど。影山君、ね、何か新しいことが生まれそうだなと思って。影山君ちょっと覚えとくわ。うん、影山千尋って言うんですけどね。千尋さん？千尋君？どっちですか？千尋君。君ですね。うん、さんじゃない。はい、メンズですよね、メンズ。あのつい1、2年前に、あの、なんか流行ったじゃん、あの、喋るだけの SNS みたいなの。なんだったっけ？すぐポシャったやつ。すぐポシャったやつ。うん。あれを
なんか開いた時に いた人なんだよね。へえ。僕が主催で、あ、なんて名前だったか忘れたね。もうなんとかクラブじゃないですか。ああ、そうそう。僕が主催で行く何回か開いたり、ブルーブルーの、ま、村岡くん。うん、村岡さんが開いてるのにちょっと覗いたり、はいはい、あと面白かったのが GPI、はいはい、GPI の加藤さんがいるところに行って喋ったりとか、なんかそこの中でね、影山千尋って名前ちょいちょい見てたのね。へえ、うん、まあそこから僕忘れてたんだけど、うちの地球正文っていうんですよ、横浜の、まあ、地球さんっていうのは、ね、あの聞いたことあります。ちょっとに有名になって地球さんがスカウトしてきた。彼すげえよーって言うんで。だから、本当山さんとまあ話が合う部分たくさんあると思うんで。はい。うん、また折を見て、ね、うん、やりましょう。はい。はい。まあ、やっぱどこでも行くよ、休みが合えば。そうですね。うん、ぜひとも、そのまずタンデムカヤックで、僕がそのポイントの上、うん、真上につけますんで、やってみてください。早くとりあえず俺乗り行くわ。はい、来てください。で、その僕の見つけたアザハタが釣れるポイントとか、あと、オモハタのでけえのが、ピクピクルしてるとことか。なるほど、なるほど。そうか、オモハタが結構いるエリアなんだ。そうです。で、赤ハタもでかいのがいますけど、まあ、オモハタ。まだでかいですよ。でかいのがいい。オモハタは、こうやって釣るんだよって見せれたら、なんか、うん、見せれます。逆に、ファンキー山岡を、僕らがやってる瀬戸内のライトゲームへ行きましょう。来てもらって、はい、味わったことない釣り方をしてもらってるのも面白いかもしれない、はいはい、瀬戸内の記事も3、4回は書いてるんですよ。うん、あのアングリングソルトでライトゲームで、いや僕がやらせたいのはね、はい、メバルを、はい、トップウォータープラグだけでボコボコにする釣り、時々やってますよね神さん。それあれはね、本当にね、ちょっとびっくりしますよ。うん。それ見てますよ。時々格差やって、見てる、うん、それ、びっくりした。やったことないでしょ？ないですよ。で、仮にやろうと思っても、なかなかやりきれないよね。そうですよね。みんな、はい、感覚がないから、自信もないから。そう。うん。でも、そういう、しかるべき場所でタイミングよく入って、状況に見合ったトップウォータープラグを入れると、結構ね、風もない、人もいない、静かな港の中でこうやってると、結構な音で食ってくるんだよ。バシャン！それいいですね。これはね、なかなか、本気でライトゲーム、プラッキングをやったことのない人には、想像ができない世界なんで、うん、多分、ファンキー山岡といえども、やったことないだろうな。ないです。ないですよ。俺はね、やっぱりね、一生のうち一回味わってもらおうかなと。うん、カヤックのお返しに連れてきます。はい、わかりました。僕もね、全日本カヤックフィッシングトーナメントっていうのの、あ、やってますね。実行委員長をしてるんです。うんうん、でこれ今年で第3回になるんですけど、うん、このインクスレーベルさんの方も、協賛をいただきまして、はい、たくさん商品をいただいてます。それカヤックで使えるやつ、インクスレーベルさんからも、協賛品をたくさんいただいてですね、はい、皆さんに使ってもらえる、カヤックフィッシングからでも使ってもらえるし、もしカヤックフィッシングの往復の時に、うん、なんかおかっぱりで、うん、いいポイントを見つけた時にも使えるようなもの等々、うん、を、まあ、インクスレーベルさんの方から協賛していただいてますので、ぜひとも皆さん、僕自身が小型ボート、サップ、カヤックですよね。で、根の上をこう流しちゃつるフルアをもうすでに作ってるんでね。はいはい、例えばナッゾジグであったり、ホ、はいはい、ッツンバイブの14クラムであったり、はいはい、あとワームだとスワルテールシャットの5インチ、4インチ、3インチと、はい、この辺は全部カヤックで使えるっていうか、そのために作ったようなもあるので、はいはい、まあ、ちょっと楽しんでいただけたらなと。僕今度格差この間ちょっと酔っ払っちゃって、あんま見せるの忘れてたんですけど、実は広島持って行ったんですけど、うん、バッチリ良いからバッチ良いっていう、バッチ良い、ね、ギブヘッドはですね、僕ずっとこれで成果出してるんですよね。実はその世界記録もその類のバッチ良いで、そうです、でずっとそうやってやってきてますんで、またぜひともですね、このお酒飲む前にはそのポケットから出してこう見せますよ。なんで、すぐ酔っ払っちゃってましたからね。もう二人ともね、はい、入っちゃったらもう、はい、
そうですよ。俺もすぐ歌歌ってですね。ね、一切仕事の話はしないから。はい。話は。ということで、まあ、あれですよ、山さん。はい。まあ、見てる人はね、いろんな想像とかいろんな期待されるかもしれない。要するに、その、スペシャルサンクス。で、うん、フィールドアドバイザー、みたいな感じで、一応のネーミングがつけてもらってるんだけど、はい、まあ、ぶっちゃけ早い話が、もう、20年近く、付き合いのある友達が、はいはい、賀来さん手伝っちゃうわいって来たというノリなんですよ、はい、実はね。実は、ね、ただこういうのが何に結びつくかはそのお互い僕もファンキーも分かってない、でも必ず何かが起きるはずだけど、はい、その杓子定規にこう形にはめてるもんでもないし、そうですよ、ひょっとするとみんなが勘違いしてる、えファンキーはもうかインクスのテスターになったんか、僕のテスターじゃないですね、すごいもう誤解を恐れずはっきり言うと僕テスターという言い方嫌いなんですよ、嫌いなんです。そうじゃないです。そういうね、従来の枠組みは、この対談をね、ご覧の皆様ね、どけて考えてください。従来の枠組み関係ないです。僕とファンキー山岡という、男と男、釣り人と釣り人。で、僕はたまたまインクスレベルというブランドを持ってる。うん。そこへ、まあ、一つの枠、ね、グルーピングの中へ、ファンキー山岡が入ってくれた。だから肩書きとかこの枠組みは僕の中じゃどうでもいいんです。でも、なんか名前つけないと収まりが悪いので、映画見てたらあるじゃん。友情出演っていうの。はい。ね。日本語で友情出演。で、英語だと、まあ、スペシャルサックスで、大物誰それみたいなのがよくあるよね。ハリウッド映画なんか見てたらね。あの感じで、スペシャルサックスと名付けてるんです。ありがとうございます。はい。まあ、だから僕もそのいろんなメーカーさんのことをさせてもらってますんで、うん、そのインクスレーベルさんでできることっていうのは、まあ、限られてるかもしれませんけれども、そのアドバイザーって僕はレオン賀来さんって、まあ、人生の先輩ですから、僕はアドバイスすることなんてないわけですよ。ので、うん、僕は賀来さんとこうやってまあ、長いお付き合いしてるので、まあ、このままだから2人会の飲み会の延長線上で、うん、なんか飲みながらいいアイディアが出たら、それは何もしなくてもやるからさ、そうじゃなくてやっぱり釣り具とか釣り方とか、ね、釣り文化の部分へこの2人が合わさることによって何か新しいものが、はいはい、まあ、勝手あのに勝手に出てくると思うんですよ。出ますね。勝手に出てくる。必ず出る。で、うちにも若手がね、はい、7人、10人といるので、何かあった時にそこの力になっていただければなっていう感じです。はい、任してください。はい、若手の皆さんもよろしくお願いします。昔はね、随分怖かったファンキー山岡も最近すごく丸くて優しいおじさまになってきたので、みんな怖がらなくて。そんなに怖くはないです。はい、ということで、はい、今日はね、山さんありがとうございました。ご覧の皆さんもこれライブじゃないんだけど、はい、改めてね、はい、この二人の関係性であるとか、この先何かが起きるんじゃないかなという期待感はね、はいはい、見てもらえたかな、はい、次は現場でやりましょう。そうですね、次はあカヤック電波来ないよね。カヤックから電波、あ僕がカヤック乗って、うん、行きますよ。つながるの。つながります。チャレンジしてみようか。そうギガ放題にしてカヤックからのライブで僕がカヤック乗って、で賀来さんはスタジオにいて、違う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 。二人乗りして？二人乗りで。ああ、いけるいけるよ。そうだって、パサイ来てるよ。ギガ放題かなんかにしてます？あ、もちろんもちろん。じゃあ、全然大丈夫だと思います、ね。よし。次にこういうのがあるとしたら、うん、ライブでやってみたいなと。ね、ライブはいいですね。大変よ、見るのが30回も4時間もずっと張り付いてないといけないよ。うん、でも、いつ釣れる、なんだろう、編集なしの、ね、釣り映像って、なかなか世の中に出ないんです。うん、まあ、そうですね。本当にやるかどうか分かんないけど、一応チャレンジしてみます。うん、はい、はい。はい。ということで、お疲れ様でした、はい。ありがとうございました。また、僕は冬の間は動きたくないんで、あったかくなる、
待ってください。僕は冬の間は磯に立ってロックショアの男やってますんで。了解です。また、あの、インクスのファンの皆さん、これ初めてご覧になった皆さん、含めましてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ではまたねー。